どうしたの？ん？ん？いや、私はほら、スイカできた。お、すごい。ね、スイカゲームまだやってるの私だけかな。うん、俺もやってるよ。本当？うん。てか、どうしたの？何が？スマホ隠すし、なんか様子おかしいし。あ、いやいや、別に、なんでもないんだけど、うん、なんでもないんだけどさ、うん、じゃあ、インスタ見てたのね。うん、インスタ見てたら、元カノがさ、なんか、彼氏新しくできたみたいなのがこうストーリーで流れてきて、あ、そうなんだって思ってさ。え、元カノのことまだフォローしてんの？してないんだけど、うん、その元カノのすげえ仲いい子がいて、うん、でその子のやつ見てたら、そういうなんかこんなんやってて、あ、そうなんだと思って。だとしてなんでショック入れてたの？え、ショック受けてないよ。いや、はぁ、あ、みたいな。え、ちょ、様子にもおかしいし。ちょ、はぁ、あれだと思う、その、ほぉって。いや、はぁ、あ、だったよ。いや、あ、よかったじゃんっていう安堵のやつ。あ、やっぱそうなんだ。なに。やっぱそうなんだね。なに。いや、前から思ってたけどさ、元カノに未練あんでしょ。え、ないよ。あるある、絶対ある。ない、断じてない。いや、おかしいと思ってたんだよね。なんか、あの、元カノのさ、名前で呼んできたりとかさ、あの、行ったことないデートスポット、来たよね、前もここ来たよね、とか言って、元カノの記憶と私の記憶をさ、混同してたりとかさ、あー、やっぱ、そうなんだ。じゃ、ごめん、それはマジで、ほんと、ボンミス、マジでごめん。何、ボンミスって。すっごい傷つくんだけど、そういうのが。それは、ごめん、マジごめん。いや、でも、まあいいや、私フミヤのこと、まあ、好きだけど、もし元カノのことが忘れられないっていうのであれば、うん、別れよ。ちょ、待って、落ち着いて。いや、うん、私冷静じゃない。冷静じゃないの、そっちだから。落ち着いて。私は落ち着いてるよ。落ち着こう。あのさ、私のことを2番目にしか愛せない男と一緒にいる意味がわからない。いや、まあ、おかしい。いや、この世にはさ、私のことが一番好きだって言ってくれる人がきっといるはずだから。俺。だったらもう、あの、ここと別れて、そういう人探した方がいい。私っていう存在に失礼だから、そういうさ、過去の恋愛引きずってる人と一緒にいるっていうのが。引きずってない。え、じゃあどういうこと？引きずってない。で、ショック受けてたじゃん。未練あるじゃん。ちょっと教えて。どういうことか。その、未練っていうよりは、うん、正直にね、正直に話そう。じゃあ、腹割ってね。うん、で、みなみは、俺とさ、まあ、付き合って、今、3ヶ月経ったぐらいでしょ。で、まあ、その、元カノは、まあ、言っても、まあ、2年ぐらい付き合ってたのよ。うん、知ってるよ。ね。で、それはもう、その、事実として、その、期間の長さというのがあるので、その俺がその忘れようとしても、この頭の中にこうちっちゃく、まあ、いてしまうんだよね。シルバニアファミリー上の元カノがいるの？まあ、そのすごくよく言うと、まあ、そういう感じなのかな。ああ、怖いね。いや、怖いよ。俺も怖い。だからこう、タタタタってたまにいるの、その。やだ。やだよ、俺が。呼ばれてんじゃん。シルバニア。もう俺だってもう勝手に歩いて。勝手にね。だからもうやめてって俺も言ってんだけど、どうしてもそのね、こう事実として2年間ね、あったのがあるから、うん、出てきてはしまうわけよ。うん、じゃあやっぱ忘れられないってことじゃん。じゃあこれ忘れられてないってことだから、もうそれはまずその忘れられてから付き合おう。他の人と失礼だから。それはさ、その完全、だって、そのそれはさ、あ、もう事実としてあるからもうしょうがなくて。じゃあさ、せめてプレゼント捨てよ、元カノからもらったプレゼント。いや、あ、それに関してはあの価値観の話だから。いや、価値観じゃないよ。どういうこと？いや、俺はその物に罪はない派の人間なんで。いや、でもアクセサリーは重いでしょ。アクセサリーはなんかもう愛の塊じゃん。キンキキッズじゃん。ダメだよ。分かった。愛じゃん。分かった。じゃあ愛の塊は、それはもう、じゃあ俺セカストに売るから、うん、いや、あとさ、私発掘しちゃったんだけど、この前小説借りたじゃん、うん、その中に元カノからの手紙が入ってた。それはでも俺知らない。知らなくないよ。気づかなかっただけ。いや、取ってたね、絶対に。いや、でも挟んで大事に取ってた。やっぱだから、そういうのもこう捨てるのって、その紙を作った人にもなんかね、あんまり絶対そこまで思ってないじゃん。チラシボンボン捨てんだから。違う、本当にそれは本当にごめん。うん、分かった。
捨てるから、それは。何なの、なんでショック受けてんの、その元カノのさ、そのイエーイの写真見てさ、何がショックなの。ちょっと待って、一回ちょっと考えてみて、あのね、初めてじゃないよね、付き合ったの。ってことはその南にもいるわけじゃん、一応元彼がさ、うん、やっぱさ、そのインスタとかでなんか新しい彼氏、新しい彼女とこのなんかバーとかやってたらさ、うわーとかちょっと思うでしょ。ないよ全然。え、うわーこの女の人かわいそう、この男と付き合っちゃったんだって。あ、それはフェアじゃないな。でも良くない男だった。いやいや、良くないってか、別れた瞬間にみんなそうなるかな。良かった良くなかったっていうか、別れた瞬間になんでこの人のこと好きだったんだろうって思っちゃうんだよね。だから全員に対して平等に。そうかな。あ、てか分かった分かった、うん、今の話で思い出したけど、うん、そう、そのね、新しい彼氏みたいなやつが、うん、あ、元カノの新しい彼氏、そうそう、がなんかどうも良くなさそうなやつで、うん、これ俺大丈夫かなっていう、ちょっとこうなんかそれでどうよってほどじゃないけど、え、でもさ、さっき知ったんだよね。そうだよ。え、ちょっと待って待って、うん、え、さっき見て初めてこの人が、うん、あ、元カノの今の彼氏だって思ったんだよね。違うよね、それ嘘だよね。やばいやつだって分かってたってことはさ、元カノのアカウント何かしらで見てた、ね、あ、じゃあ見てな見てな見てな、じゃあこれはもう間違いなく見てな、元カノのアカウントは見てません。え、じゃあなんで。分かりました、正直に言います。今彼がクズだと分かりましたね、見てませんが、その近辺の友達のアカウントはめっちゃ見てます。キモ。キモいね。キモ。それはキモいってわかるよ、俺だって。ネトストじゃん。いや、だまあそういう名前をつけられたらそなのかもしれませんが、だからなんかその出てきてたわけ、その男がよくそのなんか。わ、ちょ、こいつ大丈夫かって思ってて、それでこう今のさっきの写真を見ても、はいはいはい、はい、そうですかって。はあ、やだやだ。いや、めっちゃ見るやんじゃん。ない。いや、鍵アカだから見れないからって、他の友達から彼女のこと探ってたんでしょ、元カノのこと。それキモすぎるし最悪だね。じゃあどっち選ぶ、元カノか今カノか。いや、それは今可能だよ、もちろん南。オッケー、じゃあ手紙燃やしてこようね。ちょ、ま、燃やすってその、アクセサリー売っちゃおうか。いや、なんか環境的にもあんまりその、よく